青森県立弘崎高等学校は、青森県弘崎市新寺町に所在する県立高等学校。略称、広高、広高は、校歌にも歌われ、応援などにも使われる伝統的な略称である。しかし、青森県立弘崎工業高等学校の略称も、広志高と同じ音であるため、区別のために、広高、高、高がと呼ばれる場合もあるが、俗称であり、 一般的に認められているものではない。歴史1884年創立の青森県中学校を前身とする。当初は青森新町に開校。1889年広崎市元寺町に移転。1893年広崎市新寺町の現在地に移転。5回の改装を経て1948年の学生改革により新生高等学校。 青森県立広崎高等学校に昇格し、現在に至る、2014年に創立130周年を迎える、設置家庭、学科、定員全日制家庭、普通科一学年定員240名、かつては通信制家庭も有していたが2002年3月31日に廃止された、校訓存在しないが、実質的な校訓のような言葉として、誰人天下権が、 管理棟や第一体育館などに飾られてある。これは、広崎出身のジャーナリスト、陸活難の五行絶句、名山で、名この後久し総電士館岩城下誰人天下県の最後の部分から取ったもの、教育目標交渉管理広高の大宝の遺書を継承し、1948年の新生高校発足時に制定、1953年に、 現在のデザインに改訂された。八両京都大宝の絵を組み合わせたものを背景にして、公明の広高の文字を置いている。効果作詞は相馬俊介。作曲は木村茂による。歌詞は2番まであり、両番に公明の広高が登場する。同窓会、鏡が丘同窓会と称している。旧制中学校、新制高等学校時代新制高等学校。 広高祭広、広高祭の初日に行われるメインイベントの広高ネプタは創立70周年を記念して初めて運行され、以来毎年広高祭で運行されている。当初は大型ネプタ1台のみであったが、現在は各クラス1台のネプタと全灯籠を製作し、クラスごとに林をつけて運行されている。通常のネプタであれば、製作に数ヶ月もの時間をかけ、 骨組みも規制のものを使用するのが普通であるが、広崎高校のネプタは制作期間は約10日から11日と短く、その期間で本体の土台や人形の骨組み、紙割り、ロー付け、色塗りを行う。これは学業とのけじめを厳しくつけさせるためである。また、広高ネプタは人形ネプタであり、広崎ネプタ祭りで主流となっている扇ネプタではない。 人形ネプタはネプタではなくネブタではないかという議論もあるがネプタとネブタの違いはその形状で区別するものではない。また林、掛け声も弘前ネプタと同様である。以前は朝5時から制作作業を行う早朝作業が行われていたが騒音等周辺住民への迷惑となるため中止となった。現在では総合的な学習の時間の題材として ネプタ政策が行われている、生徒会ではなく、生徒自治会がある、自治会、各機関、局、青森県立広崎高等学校の人物一覧を参照注釈出展。ありがとうございます。